神がかってると思わない？やっぱり本当に最初の裸ですもん、あの精一杯あのみんなで楽しみながらおもてなししてご満足いただけるような講演会になったらいいだと思いますので、今回はマテリマサムネ風マテリアサキ、お金は自分を幸せするために使うっていうのが一番いい世の中の目になるからね。カンパングラスを見たとめちゃくちゃ高いよ。みんなでみんなの夢を叶えていきましょう。あ、浅木さんおはようございます。おはようございます。というわけで今日はね、仙台講演会、はい、うん、はい、頑張っていこう。今日のお部屋も素敵です。今日もスイートルームに泊まっております。今日は同じ会場だから楽だね、うん、そうですね、結構今日みんな泊まってたみたい、うん、今日泊まってるホテルはウェスティンホテル仙台の、はい、私いつも香織さん、うん、青木香織さんが全部この講演会系のホテルを全部手配してくれていて、だいたいあの普通にネット予約できない部屋ばっかりなんだよ。なんか香織さんにお願いした手配の条件が、はい、各地方の講演会のその地域で一番いい部屋取ってっていう、うん、ことで探してもらって、一番広くて一番高い部屋みたいな感じで、ウェスティン、仙台はウェスティンということで、最初仙台は普通のセミナールームを講演会やる予定だったんだけど、私が日程を変えちゃって、最初11月11日かなんかだったんだよね。その日に私最初世界中のものすごい宗教家が集まる謎の会合に最初招待されて、でそれもすげえと思って、それに最初行こうと思って日程変更お願いしようかなと思ったんだけど、いやでもちょっともう募集開始しちゃってるしさすがにと思って、その時は一回やめたわけ。でもその次になんかその彩香さんとかがエジプトでコンサートやるっていうのを聞いて、もうこれ2回も来たらこれはもうと思って、これ多分大丈夫っていうことだと思って、じゃ本当にごめんなんだけど日程変更していいって聞いて、わかりましたってなって、で探して、でそしたらちょっともうなんか同じセミナールームは取れないってなって、なんかホテルになりますみたいな、そうなのみたいな、追加料金100万ぐらいしますけど、まあ、いいよ、そうだった、私負担するよって言って、うん、だってね、すぐに乗せじゃないからそれは、うん、それで、まあ、追加100万ぐらいになり、そしたら、まあ、このお部屋、ホテルの、ね、お部屋がちょうど仙台で一番広いお部屋だったっていうことで、はいはい、神がかってると思わない？やっぱり本当に、なんかやっぱ自分の直感に遠慮しちゃいけないんですよね、うん、全部、全てが最善みたいな、うんうんうん、だから今日の仙台はなんか講演会じゃなくて、うん、まあ、講演パーティーまあホテルだしっていうことで、はいはい、アフターパーティーとかあるんですよね。そうそうそう、またね趣向が違うあの企画になって、うん、もう完璧だね、すごい、本当にすごい、ね、やばい、うん、今日は衣装もしかも、ね、仙台仕様で、仙台仕様で、それもちょっと楽しみです ね、うん、ね、コスプレだからね、もうそうです、あの袴と上半身最初から裸ですもん、何一つ着せません、はい、すいません、よろしくお願いします。めっちゃ可愛いですよね、すごい、ちゃんとすごい、ママ予約していただいてこの間ありがとうございます。やだ、私すごいなんかね、他の先生に比べて全然何もできないし、全然稼いでもないんですけど、助けてもらってここまでね、なんか素晴らしい講演会を作り上げることができて本当に嬉しいと思います。ありがとうございます。これからが本番なんで、来ていただいた人が本当に楽しかったって言ってもらえるように精一杯あのみんなで楽しみながらおもてなししてご満足いただけるような講演会になったらいいだと思いますので、引き続き終わるまでご協力お願いします。ありがとうございます。はい、ということで、じゃあ頑張りましょう。よろしくお願いします。謎じゃない、なんか耳って
唯一体の器官の中でなんか道具がないと書けないってさ、すごくない？なんか道具がないと書けない、うん、だからそのために耳を書く専用の道具があるって、耳かきしかさ、そこを書く専用の道具ってないじゃん、うん、耳かきって何なのと思って、うん、なんか深い意味があるに違いないと思って私が使ってるのはあの金属、なんかいつもね iPhone とつないでカメラ付きで見れるやつを使ってんだけど、それをバリでなくしたとか忘れてきちゃった。そうなんだ、カメラはバリで。やるんだね。何を買いますかっていう、一つだけルールがあって、書いちゃいけないのはそのお金
お金を増やしたね、1000万円をもっと増やしたねっていう発想でなんか考えるので、欲しいもの、うん、欲しいものを買うっていう観点で考えてみてください。じゃあ今から1分間いきます。
浅木さんの YouTube 面白いかもしれないけどね、それを浅木さんの YouTube 面白かったなとか思い出してしまうのでいないが、もしくは例えばジュエルローションの10万円のコース料理美味しかったなんて思い出す人いないし、あ、バーキン買えたの嬉しかったなって思い出す人も絶対いないね。ね、それよりも自分の件何を思い出すかって言ったら、やっぱり大好きな人たちとの大切な思い出じゃん。あの旅行、あの家族旅行本当に楽しかったなとか、なんかああやってなんかみんなで仕事してあんな結果出したのすごい楽しかったな、充実したら絶対あの死ぬ間際に思い出すのは大好きな人たちの大切な思い出しかない、うん、じゃあお金ってどこからやってくるのって言ったら、だからどうしたらお金のある人生の答えはどこからやってくるか、お金は人からしかやってこない、うん、だとしたらね、あのどういうお金の使い方をしたらいいか、この答えは今日皆さんがもうワークに書いたのね。みんなはあの自分が今手元に持ってるお金を何に使ったら誰を幸せにできるかの答えをもう手元に持ってるじゃん。まあ、できればもう今日明日中ぐらいにあの今のワークに書いたもの、うん、特に一番上に書いたものとかすごい気合い入れて書いたものを買いましょう、うん、絶対買おう、絶対買って。ここで浅木さんから重要な発表があるんですよね。イエーイ、ここです。ここで一緒に浅木さんと一緒に美容クリニックをあの共同経営していただきます東さゆりさん、さゆりに登壇していただきます。さゆり、さゆりのことを知ってる人います？なんか浅木さん、なんかハワイの人だと思ってる方いたんですけど、なんですけど宮崎県出身、横浜市在住、家族は夫と9歳、1歳 の, あの姉妹がおります。年商20億超えの私はママ社長、20億超えの、よろしくお願いします。なんかね、あの私もね、収入稼いだとか言っても、まあ、実業とネットビジネスって全然違うんで、今回はね、そんなわけでも実業一つで10年、年商28億、多店舗系、何店舗？30ぐらいの店舗で、ね、全部うまくいかせてるっていう、もうスーパーサイリンとタッグを組んでやるんで、多分大丈夫です。なので、あの皆さんにもぜひ、あの本当にあのまだ今から一から作っていく段階なので、ぜひぜひ皆さんの力を借りてあの作り上げて、なんかもうね、楽しくなんか本当エンタメっぽく作り上げていきたいなと思っているので、ぜひ皆さんの力もお貸しいただけたら嬉しいなと思ってますので、よろしくお願いします。私たちだけで作るんじゃなくて、なんかもう巻き込んでみんなでやっていこうなと思って、みんなで上場企業作るってすごくない？壮大中の壮大じゃん。一緒に作りたいよ、参加したいよという方、はい、今日もイケメン来てましたけど、私もイケメンがね、あのイケメンが好きだからイケメンということが多いんだけど、イケメン全員お耳キャップしてるから、本当に全員本当に、あ、全員美容の写真もイケてない写真ももう 100% 持ってるから、今マジイケてないから。そんなわけでもうね、あのやっていきますので、まだね、日本の上場女性社長は14人しかいないですよ。すごい夢があるなと、しかもアーティストでそれするってやばくないですか？やばいっすか？マジでやばくないですか？イエーイ。アジア7カ国ぐらい展開している年商40億ぐらいのめっちゃ大きい企業なんですよ。で、そこの、あのCEO のね、あの私はオッパと呼んですごく韓国行ってめっちゃ仲良くなったんですけど、となんと提携することが決まって、今日の講演会に参加した人限定で、なんとシスタンド大人気ペンシルアイライナーをぜひ日本国無料でプレゼントしてくれてます。はい、で改めまして、つぐみ、よかったらもうちょっとこうね、自分の自己紹介的な感じで、浅木さんから見たつぐみの印象と、今回あの講演会に向けてのつぐみいろんな活動を見て、あれはどんな感じで作りのことを思いましたか？まずね、40代にびっくりしてるね。40代の仲間で、ね、すごい印象、うん、内面も外見も可愛い、大好きです。今回本当あの出版記念講演会の主催者が全部で7人くらい名乗り出てるというかね、あのクラファンで60万円で実は購入してくれてるんですよ、すぐに。
か。でその中の一人なんだけど、一人だけ多分講演会主催経験が一切なく、そうですね、そう稼ぎも超少ないし、そうそうそう、だからやっぱりやめようかなって思ってます。ところから始まり、もう今こんなあのものすごい会に主催できて最高決勝達成して、全部朝日君のことをそのまま聞いてたから、そうなんです、あのうまくいって本当におめでとう。すぐみんな絶対にこれだけは講演会やりたいと言っていた、はい、お楽しみ企画というかもう目玉企画であるシャンパンタワーのパフォーマンスに盛り上げてもらいたいです。さあ皆さん後方をご覧ください。仕上がったマツのお二人が朝日さんのエスコートに仕上げております。さっき緊張の点であるんですよ、お時間があるとありがとうございます。
どれだけ大きな夢を叶えられるか、どれだけの人に応援されたかも以上でしかないから、だから自分の理想とか欲望とかを叶えたかったら人に言いまくってみんなに叶えてもらうしか方法はない。だから私はこういう風に発表しました。みんなでみんなの夢を叶えていきましょう。ちょっと受け取る準備はいいかな。違うんだよ、みんな受け取るときは手で受け取るんじゃないな。足切られちゃうか、上半身から手に来ないからいいじゃん。下半身が手に来ないから、もうじゃあまずこう頭を開いてメッセージを受け取って、受け取れないメッセージして、で次胸を開いて相手を受け入れる、人間関係、目の前の人を受け入れる、そして最後に骨盤を開いて、もう全て受け入れる。OK? 準備、開いた。じゃあ行くよ、行きますよ、せーの。ついにね、今日終わったらあと1回以上。すごいね。すごいね。今日もすごい盛り上がってた。今日めちゃくちゃ盛り上がりましたね。アスタキスト率の高さ。やっぱり。福岡から来た人。福岡取れなくて。あ、そうだったんだ。ライブチケットみたいになってる。プレミアが。